私たちは影の存在、お前という存在を世界に教えてやれ。私がまとめた文章をチャット GTP にこれはどういう人に響くのかって聞いてみたんですよ。すると自己啓発や人間関係、影響力、勝負に関心がある人々に興味がある可能性が高いです。自己改善や成功を目指す人、競争意識が高い人、リーダーシップに興味がある人、心理学に関心がある人も興味を持つかもしれません。まさにその通り、その人に向けて作りました。ビジネスやキャリアに興味のある人や社交性を高めたいと考えている人も関心を持つかもしれません。さすがですね、この文章能力、チャット D 最強ですね。効率的でうまく利用していきたいですね。劣等感っていうのは他人と自分を比較することで生じます。悩みの根底は人間関係なんですよね。これは心理学の父と呼ばれたアルフレッド・アドラーが提唱しています。その解決策はというと、自分が考えてもしょうがない、他人からどう思われてるかとか、そういう気持ち、世界の情勢とかニュースを見て自己満足の文句を言っても何も変わらないんですよね。これをね、関心の輪と言います。一方、自分が行動して影響を与えることは影響力の輪。誰と付き合うか、何を話すか、何を勉強するか、お金で車を買うっていうことも自分の影響力の範囲です。影響力のある人っていうのは世間で認知度が高くお金を持ってる人、具体的にどんな人か、政治家や大企業の社長、まあ確かに影響力ありますね。世界一の検索エンジン Google は日本国家を超える影響力を保持してる。そこまでなってしまったら脅威ですね。まあとにかく配信アプリはうぞうむぞうのライバルに埋もれていっちゃうんですよね。そういった人たちを出し抜き、突出した成果を残すためにはどうすればいいか。クレスや仕事の嫌いな同僚やライバルを消すためにぶん殴ればいいのか。働きたくないから会社を起業した。でもやりたいサービスを先にやっているライバルがいるらしいぞ。とか、劣等感は他人との比較で生まれるんです。挑戦しないただのデブったおんさんがみんなから話しかける存在になりたいって言っても、何の実績も魅力もない人間がフォロワーを興味ないけど、もう全然そのタイムラインも見ないけど、2万人フォローしてバックフォローを増やしていったとしても、誰かと会ったことがあるとか、誰とつてがあるとか、そういったことって全く重要ではなくなりました。では何が重要かっていうと、相手にとってメリットのある提案ができるか、メリットのある存在になれるか、自分がなれるか、というところに尽きるんですよね。意外とそのことを分かってない人たちが多い。とにかくいろんな人と会いまくって、つてを作れさえすればいいことがあるみたいに、勘違いをしている人がいるんです。なので、今の時代はね、頑張ってたくさん会ったことがあるっていう人をたくさん増やしていく時代っていう必要はもう全くない。飲み会で仲良くなったとしても、別にそれが飲み会が楽しかったからであって、もっと自分の人生前向きな話につながるだろうと、やっぱり最終的には相手にメリットのある提案ができるかどうか、そういう話になってくるので、上辺だけの楽しい友達をたくさん作っても、あんまり意味ないっていうか、何もできてないおっさんをね、見てきました。じゃあ、批判してばっかりの関心の輪だけで終わっちゃダメなんで、じゃあ影響力の輪に移っていきます。どうすればいいかですね。具体的に案、ポジションや実績を明確にすることによって揺るぎない事実になる。人が関心を寄せてくれる理由になるんですよね。こいつ、リアリティ学園で入手したやつだぞってね。あいつ配信で、もしくは、こう、会社で成功したやつだ。1億円持ってるとか、高級車ランブルギーニ乗ってるみたいな。結果を出すことに勝る信用っていうのはないんです。向こうが自分に対して興味を持ってくれること、相手がこの人と話したいなと思ってくれて、向こうから連絡を受けて自分が会いに行く。これに勝るものはないんですよね。なので、私たちがやるべきことっていうのは、自分からたくさんの人に会いに行くんじゃなくて、会いたいなと思われるような結果と実績を出すこと。そのためにはたくさんの人とお茶したり飲み会したりね、快速してる場合ではないんですよね。とにかく自分の今やってることに集中して結果を出すこと、これに勝るものはないっていうことは断言して言いますね。一旦まとめると、人から声をかけられる存在となり、ライバルとの競争に勝利し続ける必要がある。答えがどこに書いてあったか、最新のビジネス書かな。いや違うんですよね。もう2700年前にすでにあって、完璧すぎて現代に至るまで変更点が全くなかった。あまたなる書籍を2700年勝ち残って書店に今も置かれている人類歴史上最高の戦略本と出会いました。では実績を出すために、このリアリティ公式番組と影響力、何が関係あるかに行きます。今日もビジネスとお金について考える個人事業主 YouTuber です。当チャンネルは無職ニートとして生活するために世の中のお金に関わる問題を解決していってるチャンネルです。影響力を大きくするためには、戦う前に君たちは、あなたたちは、私もですけどね、インセンティブ、動機が不足しているんですよね。何のために勝負するか、その目的を考えていきましょう。V2、
リアリティ学園に入手したことがあるジャジャミさんを2年前から観察していて、彼女はね、ポジションを得て影響力を大きくしていったのを見てきました。これは配信が可愛くもない真面目な人間でもね、私でも再現ができるはずなんですよね。孫子の兵法を知っていれば百戦危うからず、こういった大手配信者でも勝つことができると確信しました。この動画は誰のために作ったのか、この動画を見てね、ここまで勉強してるっていう人は理解しています。それは可愛い配信者にいくら見ついても自分のものにはできないことを理解していて、関わりたい配信者と対等な立場となるために影響力を身につけようという努力する仲間です。何の学びもないクソくだらない配信に参加していても、その他大勢の一人としてね、微塵こなみの影響力しかなく、自分の実力が大きくならないことも皆さん分かってますよね。そう、私たちは配信者としては影の存在、日陰の存在なんですよ。しかしもうそろそろ潜むのはやめにしませんか。リアリティ公式番組には人気者が、人気者が出る、そんな常識をぶち壊す、崩壊する未来が来ます。影の存在とされていた私たちが影響力を大きくしていく。先に結論を言うと、これまで人気者や可愛い子だったのが、投資家や起業家が出演するようになってきます。なんとなく予想できる人もいれば、全くわかんないよっていう人もいるでしょうね。さて、影響力、リアリティ学園、どう関係あるかにしきますね。そもそも、リアリティ学園とは、プロライブ、二次三次を意識したリアリティ公式番組っていうのが行われています。公式番組は過去にどんなことをしていたかっていうのは概要にリンク貼っとくので、普段なら私たち庶民レベルの VTuber には、クソ関係のない異世界の出来事なんですけど、イベントで入賞を勝ち取ると公式番組に一般に出演できるっていうのがリアリティ学園、リア学なんです。実はこれすごいことで、身を張るっていうことは時間とお金を無駄にする見苦しい行為なんですけど、会社が大規模な予算を使い出演した一般 VTuber を宣伝してくれるわけなんですよ。箱根駅伝大会で会社がスポンサーとなりお金を支払う、宣伝費がどれだけ自分に有利な環境にしていくかっていうのがわかります。私たち一般人でも宣伝費用を使う時代になってきたっていう説明をしていきます。どれくらいメリットがあるのか。私たち VTuber は普段うぞうむぞうのライバルに埋もれて、いい動画を出しても認知すらされない状態です。原因は YouTube のプラットフォーム内限定されたエリアでテリトリーを奪い合うからなんですよね。これをリアリティ公式番組や Twitter や公式ホームページなど、そのエリア上にいないユーザーをかき集めてくれます。すると認知され、 YouTube チャンネルに有益なコンテンツがあるぞと注目が集まり、1万人のチャンネル登録者になることがあったり、公式番組を制覇すると戦利品はファンなんですよね。一人一人名刺を配るより一気に有名になって、しかもすごいと思われる。非常にコスパがいいんですよね。一度入賞すると YouTube でもリアリティでも関連度が高いのでおすすめに上がります。ちなみに YouTube 分析ツールアナリティクスではサムネイルが表示される回数をインプレッションと言うんです。では公式番組には他にどんなものがあるでしょうか。一般出演者が出演できる権利をかけたイベントで、リア学、リアスター、歌番組ですね、絶叫ダンジョンとかあります。それはいいとして、配信素人でも参加できる番組企画が行われるようになった。当時は歌番組がメインで、その中特殊スキルがない一般人でも出演できる番組ができたんです。参加できる条件はなかったため、エントリーする人が結構多かったですね。グリーの収益として人間の承認欲求を商品とした魅力的な企画ですね。まあこれ私の視点なんですけど。ランキングはね、イベントスコアで決まります。そして有料コイン、つまり課金が10倍のレバレッジが効いてるんですよね。裕福な豊富な資金を投入しできるリスナーを確保できることが勝利の条件となっています。キャバ嬢やイケメンのホストのようなものですね。まあ、それは置いといて、リア学が初めて行われてのは2000年3月1日。まあ、私がリアリティを利用し始めたのがその年の7月。番組内容は学園の生徒としてバーチャルゴリラ、雷愛が先生となる。出題される問題を解き1位になった生徒は主席の帽子が贈呈される。なんて企画があります。番組で生徒の夢を叶える夢コーナーがある。まあ、今はないみたいですけどね。皆さんは夢、叶えた夢、絶対ありますよね。諦めてない、諦めたくない夢は絶対あるじゃないですか。私の夢は、小さいとの会社を創設して、組織のリーダーに君臨することです。友達のレストランの売り上げを100万円とか増やしたりはしたんですけど、何の契約書も交わさなくて、もう何年か報酬をもらわなかった。私はすごく後悔しています。あそこまで儲かるんだったら、契約書を書くべきだったなと後悔しています。
で、このようにね、レアティ学園は過去に7回行われています。私が印象に残っているのはアプリ利用を開始した3ヶ月後の時期です。第3期生なんですよね。とりあえず、リアリティ史上最も高いスコアを記録したこの人を基準にしていきましょう。サトリさん。この人は男性の配信者なんですけど、まあ男性っていうのは需要が少ないというか、相対的には女性は課金しない、またはできない経済状況の人が多いです。男性が入学することはね、稀なんですよね。さて、そのスコアが3700万ポイント。どれほど強いのか、こいつに勝てるのかな？考察していきましょう。私たちの場合、私の場合はエンタメのね、面白い話はできないし、株式投資で生活をしている状態。だから一般人の感覚っていうのがあまりわからないな。会社経営者や投資家はお金を基準としているので、人気者にはなれないでしょうね。しかし、アプリの親会社グリーンの収益っていうのはユーザーからの課金がほぼ 99% です。ですので、全然人気じゃなくても資金があればゴリ押しでね、できる、勝てる。豊富な資金でゴリ押しするのはグリーからすれば有料客なんで、違法どころか参加したいユーザータイプです。お金とファンの価値っていうのは対等ではなくて、お金の方が価値は10倍高いっていう歪められてるんですよね。毎年の参加者を観察して、お金のウェイトが大きいということはみんななんとなくは知っているんですよ。大学生から研究が好きな私は、スコアのね、中を研究しました。スコアは何から形成されるか。それは経済力10倍と、応援人数と愛で決まっています。人気者は作れる。そう、人気者は作れる。くだらなくても。リア学、入賞者の現金投入率は何パーセントかご存知でしょうか？そこまで話すと30分くらいなんで、次の章で、動画でね、考察します。結論、リア学入学には370万円あればできる。余裕でね、ファンの人数、っていうよりもやはりグリー会社への課金による貢献度で勝利は決まるでしょう。自分で370万投げるサブアカウントによる同一アカウントによる同一人物による自作自演っていうのは規約違反です。そこで、そうですね、私みたいな大学に入学したいけど人気者になれない私みたいなっていう人たち仲間を見つけます。そう、お互いにね、軍資金を出し合って、そして自分で投げたやつって投げられた金額の 20% っていうのは返ってきますからね。仮に歴代最高の370万円が投げられて 20%パーセントって言ったら72万円が返ってきます。稼いだお金っていうのはマイナンバーに連携されているので確定申告が求められます。ちなみに無申告だと2倍の賃貸税務署にね、請求、税務署からの請求があります。こう利確で勝負するんだったら、まあ理論武装して戦いましょう。ちなみに最低ボーダーは4位の2800万なんで、現金純粋に280万円ですね。車買うくらいだったらこの権利を買うのもあるじゃないでしょうか。次にお前は待っておれ、今殺してやる。トニー、待っておれ、今殺してやる。はぁ、次のお前は、うん、トニー、ワーム、はぁ、次のお前は、お、青ざめたな、図星だろ、ズバリ当たってしまったかなぁ、トニー、お、青ざめた、図星だろ、ズバリ当たってしまったかな。